高速コーナリング中に、クラッチを切るとトラクションが抜けて、スリップしやすくなるのはごく当たり前だそうなので、実際にスリップしやすくなるのか試してみたいと思います。今だいたい80キロぐらいでコーナリング中です。クラッチ全切り、全く滑る気配がないんですけど、まあスピードが足りなかったのかなということでね、次のコーナーはちょっとスピード高めで攻めてみたいと思います。またコーナーでトラクションかけてる最中に急に、クラッチを切ってみるっていう想定やってみます。何も滑る気配ないんですけど、ということでね、僕の意見としましては、まあ、こうやって当然ね、なるべくトラクションを抜かないで走った方がいいっていうのは確かなんですけれども、不意にね、初心者の子なんかはギアチェンジ失敗してクラッチ切りっぱなしでコーナー進入してしまったりとか、あとはね、バイクによっては変なところでギア抜けしてしまったりもするので、まあそういった不意のトラクション抜けにも対応できるように、まあ、トラクションが抜けても慌てずにああやって、安定して曲がれるような技術を身につけた方が安全なんじゃないかなと思います。まあ、それでもね、コーナリング中にクラッチ、切るとトラクションが抜けて滑るっていう人はですね、ぜひどこまで攻め込んだら滑るのか、検証動画と一緒にですね、僕に反論いただけたらと思います。